今日はですね、全国的にも希少な、シリカ粒子、主にメタケイ酸なんですが、それに起因する青湯のお話をさせていただきます。神奈川エリアっていうのは、別府ハットの中でもこの青湯を見ることができる非常に貴重な地域になります。で、神奈川エリアの源泉の、温泉分析書、これはたくさん集めました。で、その中で青湯の出現する条件とか場所、こういうようなものをちょっと考察してみました。まだまだちょっと不十分な点も多いんですが、今日の話の前半はですね、ちょっと皆さんなかなか、とっつきにくいかと思うんですけど、青湯を理解するために少し光のこと、物理学的なちょっと話をさせてください。赤とか青とかいう色についての話、これから始めさせてもらって、後半は、神奈エリアのその源泉の温度、それから液性、メタ計算量のそういう分布から青湯の出現可能な源泉、この辺りに青湯見られるんじゃないだろうかっていうようなことをちょっと探ってみたいと思います。突然ですけど、リンゴはなぜ赤いんでしょうかっていう話なんです。実はその、光がないことには物は見えませんが、その光源そのものには色はないわけですね。リンゴが赤く見えるからといって光源が赤いわけじゃないわけです。で、実はその光が当たると次に特定の、波長、光にはいろんなその波長を持った種類が含まれています。で、特定の波長は、吸収され、残りは反射されるわけです。で、反射された光が目に入って、人間の場合網膜、ここでその結像というか像、ができるわけですね。で、それを、網膜上の細、視細胞というのがあって、それが光として感じて視神経を介して脳に伝えられて、赤いリンゴがあるっていうふうに色を認識できるわけなんですね。で、じゃあなぜ空は青く、夕日は赤い、雲は白いか、そこら辺りをこう少し話を進めていきます。実はその光の散乱っていう物理現象によってこういうふうに色っていうのが認識されるわけなんですが、で、条件が違うことで、青だとか赤だとか白っていうふうに色の違いが出てくるわけなんですね。じゃあその光の散乱っていうのはどういうことなのかっていうことなんですが、光の行く手に存在する微粒子、小さな粒ですね、普通人間には当然見えるようなもんじゃないんですけど、そういう小さな微粒子によって光のその進んでいく方向が不規則に変化する、そういう現象を、散乱、光の散乱と言います。空気中の小さな粒があると。で、これに光がこう来て当たると、こういう、まるで水面に、石を落とした時、何か物を落ちた時のような波紋のように、こう球状に、これ実際には平面じゃなくて球ですね、三次元的には、球状に広がっていく。で、実はその散乱の種類もいくつかありまして、レイリー散乱と、実はミー散乱って2種類大きくあります。で、ちょっとこれ分かりづらいとは思うんですけど、こういう感じなんですね。波長の長い光、いわゆる光っていうのは7色ありますけど、赤橙緑青藍紫っていうふうに、赤い光は波長が長いんですね。で、こういう山から山、谷から谷のようにですけど、これが波長になるんですけど、これが長いとこういうふうにこう粒子をこう避けて通ってしまう。それに対して、波長の短い、これは青い方の光なんですけど、青の光が非常に短いんですけど、この
山から山、谷から谷の長さですね、波長が短いんで、これはそのどうしても粒に当たる率が高いわけですね、こうかわせない。で、これが実はレイリー散乱ですね。光の波長より小さい気体分子、特に空気中の場合は酸素や窒素、この粒に光が当たって起こる、こういう散乱です。そうすると昼間っていうのは空が青いですよね。で、夕焼け、まあ、朝焼けもそうですけど、朝夕は、赤く見えます。で、これはですね、この、まあ、これも大雑把なモデルなんですけど、地球があって、その周り大気があると。昼間っていうのは太陽が高いですね、上の方からです。そうすると、地上までのその大気中を通る光、太陽光はあまりこの大気の、まあ、高さっていうか深さっていうか短いです。そうすると、空気中のその粒に、太陽光のうちの青い波長の光が当たって、たくさんこう散っていく。そうすると空全体が青く見えるということになります。それに対して朝日とか夕日の場合は、この部分ですね、この大気を通る長さが長くなるんですね。と、朝夕の場合は地平線近くに傾いてるから、今言ったように距離が長いと。そうすると、長い距離を進むうちに青い光っていうのはどん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 散乱されて散っていきますから、実際に地上に届くまでにはほとんど、まあ、なくなってしまう、弱まってしまう。で、散乱しにくい赤い光はそのまま地表まで届く。そうすると赤く見える。まあ、ちょっと別のモデルでこうあると、まあ、こんな感じっていうふうに思ってください。ちょっと角度が違うんですけど、太陽光が、昼間の場合は高いから短いと。すると、小さい矢印、これがレイリー散乱の赤い光ですね。青い光です。そうすると、それがどんどん散って、それは地表までの距離が短いから届くんで、十分青く見えると。ところが、夕方とか、まあ、こっち側になると朝方になるんですけど、この長さが長いとどんどん散って弱くなってしまうから、青みがなくなって、赤い光だけは散乱が少ないんで届く。まあ、こういう仕組みになるということなんです。じゃあ、雲が白く見える。実はこれは、先ほどのモデルで言うと、青い波長の短い青い光も、波長の長い赤い光も、大きな粒ですから、かわせないんですね。だから当たって全てが、まあ、散乱すると。水蒸気なんかの大きな粒があるわけですね。まあ、雲っていうのは水蒸気の塊ですから、それが集まったものが雲です。そうすると、そこで全ての光の種類、波長の光が反射されると白くなるから、実際目に、届くのは白っていう光になるわけです。まあ、これをミー散乱という散乱の種類、名前になるわけです。では、青湯の話にここから入るんですが、実際、青湯っていうのは、まあ後から条件まとめるんですけど、まあ、基本、高温の温泉水中に析出したシリカの微粒子、まあ、これに太陽光が当たって、要は、散乱するわけなんですね。で、シリカの粒子が小さいと、まあ、先ほどの、説明、太陽光の時の説明、あったように、波長の短い光が多く散乱します。いわゆるレイリー散乱される、が起こるわけです。そうすると、目にする色は青みを帯びると。これは法隆の湯っていう熊本の温泉地にある温泉なんですけど、ここは浴槽の下まで薄く透けて見えると思うんですよ。要は青みが出始めた。青い光が散乱、し始めたっていう頃の、浴槽の状態なんですね。で、時間が経っていくと、
実はその溶けてる粒子がだん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 、ひっついていく、まあ、重合っていうんですけど、そうすると粒が大きくなると白い光も反射される光が白っぽくなってきますので、実際目にする色は、これはかまど地獄三丁目の、写真なんですけど、白みを帯びてくるんですね。これが、まあ、お湯ができるモデルっていうふうに考えてください。で、これをさらにモデル化したものがこういうことです。まあ、一般的な太陽光光ですね。まあ、赤い光から青光、波長の違いがあると。もうこれをちょっと赤と青の代表で示してますけど、最初に溶けてるモノマーシリカっていうのは、いわゆる、単分子、のシリカですかね。要はシリカの一番最初の小さい一つの単位です。で、これ小さいからもう青も、赤もずっとほとんど当たらずに、まあ、散乱せずに通過すると。だから最初に出てきたお湯っていうのは透明なんですね。全然色は見えないです。で、これがだんだんコロイドシリカ、要は、1個ずつの小さなモノマーのシリカがひっついていったもの、これをコロイドと言いますけど、コロイド状のシリカになるとちょうど青い光ぐらいが散乱されるわけです。そうすると先ほどね、この青みを帯びてくる。で、さらに大きくなってくると、2、3なんですね。これ白池地獄のやつなんですけど、白い光の散乱のが増えるから、全体的に白っぽい光、色になってくると。で、さらに大きくなると、水中では、まあ、重力によってだん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 、沈殿していくと。まあ、それをシリカシンターと、まあ、いわゆる、湯の花、経過っていう形になるんです。で、じゃあ、その青湯の条件っていうのをもう一度、まあ、有名な青湯の温泉分析所から条件をこう引っ張り出してきました。まあ、これは別府の関内園とかかまど地獄ですね。それから、花水木っていうお宿、それからもう県外で言ったら、関内以外で言うと一の湯ですが、関海寺、それと市外になりますけど、湯布院の束の間とか、安房、それから先ほどもちょっと出ましたけど、法隆の宿っていうかな、湧田温泉、ここのお湯、これの分析書全部なんとか手に入れて、泉温と液性と、まあ、pH の値と、メタ計算量ですね。これを調べました。そうすると、これから言えることっていうのは、まあ、90度を超える高温泉だということ。それから液性は、中性からアルカリ性であるということ。それから、100ミリ、要は2桁ですね。の、メタ計算を必ず含んでいる。それと、基本的な性質はナトリウム塩化物泉と。この条件が、青湯が生じるっていうんですか、出現する最低の条件というふうに、考えられます。実際に写真で見ていただくと、これはかまど地獄の足湯ですね。これがちょうど御幸坂のちょっと下ったところぐらい、白池地獄か。白池地獄のすぐ近くにあるお宿なんですけど、花水木っていう、そこの内湯の青湯です。それからこれは元湯の宿、黒田屋、ちょうど山並ハイウェイのに面しているお宿ですか。私もここ、これは、私が撮ったんじゃないですけど、先日いただいた分です。で、これは小倉地区ですか。そこにある昔は水坊小倉、今は別府小倉っていうお宿なんですけど、ここの、いくつか貸切湯があって、そのうちの一つが特にこういう綺麗な青湯になると。これは私がだいぶ前ですけど、実際に使った時に撮った写真です。
それからこれは割と新しくて、4月やったかな、行った一の出会館の貸し切り湯にしてた浴槽の一つです。それからですね、これは湯布院のヤサーっていう宿なんですけど、もうここは浴槽が小さくて、温泉の投入量が結構あるもんですから、なかなかメタ計算がこう15するのが少なくて、はっきり青いっていう色じゃない、うっすら青く見える、そういう、多分時間を置いてくれれば、これをお湯の量を減らしておけば、もっと綺麗な青になるんだと思われます。で、これは、熊本県の、竹の湯、竹の湯かなっていうところ、竹の湯温泉というところの、法隆の湯です。で、ここもこう、たまたま私が行った時は、多分お湯を入れ替えをして、まだそんなに時間経ってなかったから、どっちかというとまだ透明度が高い。要はシリカの大きさが、青い光を反射するシリカの粒子の数がまだ少ないもんだから、どっちかというと透明度が高い。今から青みが増してくるっていう状態の湯です。で、これが神奈川、まあ、エリア、小倉とか、あと、この目あたりも、竹の内ぐらいまでかな、のエリアになるんですけど、明らかに青湯が確認されたのを、こうやって、水色っていうんですか、青色で色をつけているのが、青湯がその確認されたっていう施設です。で、泉温ですね、90度超えるの赤に、それから液性 pH の値がそれぞれ、まあ、温泉法上でいう、弱酸性、それから酸性、弱酸性、中性、弱アルカリ、アルカリ性というふうに色分けしています。それからメタ計算はここに数字で、もうちょっと除外してもよかったような非常に少ない、のはこの薄い黄色で示しています。で、今の表からですね、地図上にプロットしてみました。場所は微妙に確定できないから、まあ、この辺りだろうという推測している場所に、プロットしたのもあるんですけど、まあ、そんなに、外れてはないと思います。で、ここで見るように、90度を超える非常に高い温度っていうのは、紫色の、色で示している。で、ナンバーがこうやって20とか19とか21、22って、これは実際に青湯が見られたっていう施設です。確かこれがですね、神奈川園22番、それから21番がかまど地獄だったと思います。それから19番が、花水木か。はい、で、黒田屋かなっていうのは。それから小倉地区ですね、ここ。やはり神奈川の温泉街の方は非常に高い温泉、源泉の温度が高いっていう地域ですよね。それと小倉地区、この辺りがやっぱり温度が高い。だんだん東側に、要は別府湾に近づくにして、従って、やはり、まあ、当然熱源が伽藍岳の方ですから、温度は多少下がっていくみたいですね。で、次はですね、液性分布です。で、ここに赤っぽい色はみんな酸性ですね。で、緑が中性で、水色とか、青っていうのが、アルカリ、弱アルカリからアルカリと。そうすると、神奈川地区ではこの辺りとこの辺り、そして小倉地区はほとんどがアルカリに傾いています。で、これがメタ計算の量ですね。
もうこれ100ミリ以上のところしかほぼ乗ってないんですけど、特にベタ計算が多い、この600以上っていう非常に濃い色っていうのは、この近辺に多いですね。で、横断沿い、道路沿いで、ナンバー19、20、これ、青湯なんですけど、ここの辺り、それほど多くはないんですよね。で、小倉地区は非常に多い、メタケイ酸の量が多い、そういう源泉が見られました。で、これは最初見ていただいた一覧に、今度はこういうふうに、ごめんなさい。水色で、この青っぽい色は青湯が、確認されているところ。で、この水色は青湯になるんじゃないかなと、青湯が見られるんじゃないかなっていう予想されるところを水色で、ちょっと色付けしました。で、これが今言った青湯見られたところと、青湯が見られるんじゃないかっていうのを、先ほどの条件に当てはまるんですね。そういう源泉をプロットしたものです。そうなると、今のところ確認されてないけど、この近辺ですね、ほのめあたり、ほのめ地区っていうんですか、横断道路よりも南の方のこの辺りも青湯になる可能性の高い源泉があると。それから小倉地区は多分ほとんどのところで見られるんじゃないかなと思います。という段階までは一応まとめては見るんですけど、もう少し詳しく何か条件を見つけてみるのもいいのかなっていうふうに、これを8月のですね、なんですか、温泉講座ですか。神田の温泉講座でもう少しこれを分かりやすくまとめたものを発表しようと、今、まとめてるというか、進めてる段階です。以上です。